37歳男性訓録さんの穴。公園にあった木製の箱。およそ10年ものの穴です。当時私はタクシーの運転手をしていました。ある日休憩を取りに品川にある公園に行くと、そこにはボタンがついている古い木の箱がありました。私はそのボタンを押してみたのですが、残念ながら何も起こりませんでした。もう一度行って箱のボタンを押してみたいのですが、何という公園だったのかが思い出せません。詳しい場所も忘れてしまいました。これは何という公園なのでしょうか。ご存知の方は教えてください。これも電通絡みになるのそれまた放課外のプロジェクト、なんかわかんないけど、ボタンを押すとそのなんとか製麺担当の星と連絡が取れるみたいな、そういうやつが残ってんじゃないの、回収されずにねじゃあこの穴の担当は、はい、沖縄の沢尻エリカことキャラメルクラッチ宇部春奈が担当いたしました。はい、長そうぜ。いちいち つっかかると思われてる節があるから、うん、そうなんだ、言われてんだ。いちいち、私あれですよ、あの、クワバタ界では、2番目に可愛いという。うん、クワバタ界ってもあるのよ。川尻界ならぬ。はい、クワバタと、ウエチと、もう一人、川村、なんつったっけ。恵美子です、川村恵美子。川村恵美子っていう、はい、この3人で組織されてんだけど。はい、一番は、ジェイさんですよね、もちろん。入会資格がクワバタよりブサイクじゃなきゃいけないっていう。入会資格があるんで、相当なレベルの回なんだけど、一番目に可愛い上地がお送り出します。あのですね、これ以上この回には関わらないですからね、では早速なんですけれども、はいよ、この穴にはですね、少ないながら情報が届いております。はいよ。しかしですね、その前に穴を送ってくれたくんろくさんから届いた追加情報を紹介いたします。そう、お願いしましたからね、その穴を送った後で思い出したこととかあったら、はいはい、結構ね、ラジオから聞こえてくると思い出すとかあるんですよ、うん、人にこう喋ってもらうと、うん、そういう時には追加情報送ってくださいって言いましたからね。しました、この穴を送ったくんろくです。思い出したことを追加情報として送ります。焦げ茶色の木製の箱にはプラスチック製のボタンが何個かついていました。箱にはその箱の名前も書いてあったと思うのですが、何と書いてあったのかは覚えていませんと。箱にボタンが何個もあって、名前も書いてあったような気がするという情報なんですよ。ほー、うん、でもね、それがさ、はい、その地球爆破箱だったら爆発するって分かる、ボタン押せば爆発するって分かるけど、これは分からないわけでね、なんか漠然とした名前じゃないと、うんうん、そうなんですね、分かんないよね、うん、でね、この情報を踏まえて届いた情報を紹介いたします。はい、まずは23歳女性リトルスノーさんからの情報です。公園などに置いてある木の箱というと鳥の巣箱ではないでしょうか。うん、ボタンは鳥を飼う鳥かごの中につけられる自動餌やり機のボタンではないでしょうかという、公園にある木製の箱といえば鳥の巣箱だったのではないでしょうかという情報なんですけど、まあ公園ならまあ巣箱があってもおかしくないけど、そう思いますよね。まあでもボタンは難しいよな、うん、なんかそのボタンをね、うん、餌やりのボタンだとすると、うん、こう誰でも押せちゃう場所にあったら、うん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 、どんどん餌あげられちゃうよね。はい、そうなんですよ、ね。かといってそれを他人任せとかにしてると誰も通らなかったら延々と餌をあげられないってことだよね。なんかちょっとこの辺微妙だけどね。うん、ここら辺に関して、日本野鳥の会に私聞いてみました。うん、はい、それでですね、日本野鳥の会ではですね、公園に巣箱などの設置も一応してるんですよ。あ、やってるんだ。はい。でもプラスチックのボタンがついている巣箱などは見たことがないと。おー、じゃない。な、餌代とかね、うん、鳥の名所みたいとか、バードウォッチングの名所みたいとかに餌代を置いたりは多分してると思うんです。なるほど、なるほど。で、多分その、巣箱なんかでもシンプルな、その、自然とマッチするようなものは多分、うん、あってもおかしくないけど、そうなんですよ。それ機械仕掛けのものはやってないと。そうなんです。だから、もしかしたら巣箱を作った人が個人的に飾りとして付けたりする可能性は否定できないけど、それもでもあんまり考えられないという。まあ、野鳥の会がそのきちんと認識してる限りではないと。そうなんですよ。うん、で、そもそも公園に置かれる巣箱はですね、高い木にかけられるのが普通で、うん、手の届く高さとかに設置することはないそうなんですよ。じゃあ、まあ、とりあえず巣箱説は置いておいてって感じだね。でも、うん、これで肩を落とさずに情報をもっと聞いてもらいたい。なんで俺たちが
崎にちょいちょいブスをぶつけてくるんだろうな。42歳男性、昭和の男さんからの情報です。芝生の上にある木製の箱といって、うん、私の頭に浮かんだのは、うん、百葉箱です、うん、なんかボタンがあるタイプの百葉箱があったのではないでしょうかという情報なんですけれども、伊集院さん百葉箱してますか？だって学校とかにもあるよね。そうですそうです、あの白いあの温度計とか湿度計が入れられた箱で、あれだろ、あの札幌の時計台を小さくしてるんだよね。そうですそうですそうです。そうだよね。で高さがですね、だいたい 1.2 メートルから 1.5 メートルの高さで置かれててですね、うん、学校などを中心に置かれている白く塗られた大きい箱、うん、あの箱ですね、うん、理科でも勉強したもんね。そうですね、まあ、ちなみに沖縄にある百葉箱はですね、ゴーヤの栽培している花壇の横に置かれておりました。一箇所でね。小学校につけね。もっといっぱいあるよ。余談ですよ、余談ですがね。余談すぎだよ、これ。で、それでですね、百葉箱について、気象庁に聞いてみたんですよ。そうだ、気象庁の管轄っぽいもんね。はい。それで聞いたところですね、百葉箱にはボタンがついてるものはないんですって。うん、で風通しを遮断するようなものを元からつけてはいけないというのがありまして、うん、穴を送ってくれた人は、うん、あと焦げ茶色だったっていう情報があったんですけれども、うん、百葉箱は白い色と決まってるそうなんですよ。そうだよ、だってさ、いろんなところのそのデータを取るわけで、うん、どのデータを比べたりするわけじゃないか、うん、そうやって考えると形がまちまちだったり、うん、まして色が違ったりすると、それで収熱とか熱を集めるその係数も変わってくるから、うん、そうなんですよ。百葉箱は百葉箱の形じゃなきゃダメだもん、うん、そうなんですよね、統一企画だよね、うん、百葉箱でもねえな、ほら、うん、そうなんですよ、だから巣箱でも百葉箱でもないということでしたが、しかし実際にこの箱を見たという情報が届いてるんですよ。33歳男性、パソコンラジオさんからの情報です。私は実際には見てないのですが、テレビでボタンがついた木の箱があるのを見たことがあります。テレビでこれが放送されてたっていうのは見たことがあるという10年以上前でしたが、公園に置かれていたボタンがついている木の箱が紹介されていました、うん、確かそれはボタンを押すと音が鳴るという箱だったと思います。設置されている公園があるのは品川だったかどうかは覚えていませんというテレビで見た情報なんですけれども、そうなんです、音が鳴る、そう、音くーん、くんどきさんから来たことはない、何の音だよ、ね、何のためにだよ。気になりますね、信号とかならね、ダー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 、すごい遊んでる時に、でも信号じゃない、公園中だもん、これ中か。そうなんです、ね。でもなんかすっごいおならしたい時とかに押すと、ごまかして、パッと空でプーみたいな、そういう、おならごまかしを。端っこの方行けばバレないですよ、音は。決定的なね。そう、公園なんだから、うん。気になりますでしょう、うん。その決定的な情報を紹介いたします。27歳女性、奮闘ママさんからの情報です。うん、これは、私の家の近くの南品川2丁目児童遊園にある昔ボックスのことではないでしょうか。木製の箱である昔ボックスについているボタンを押すと昔っぽい音が流れます。じゃああれかな、さっき追加情報で言うと、昔ボックスって書いてあるのかな、あ、言葉がね、言葉がで、プラスチックのボタンがあって茶色で、何ですか昔ボックス、そうなんですよ、で昔っぽい音が流れるって書いてある、そうなんですよ、何昔っぽい音、気になりますでしょ、なんかこう平成の世の中なのに、うん、ちょっと昔っぽいってことは、あ、キリガタのネタとかだ、違います、古いだって音楽、古い音楽。本当に。で、あーわーいでしょ。あはー。いやーに唇寄せて。何これは何ちびっこが鳴ったの？ちびっこが全部聞いて。したら。あの頃は何にもねえ焼け野原だったっていうのを、ちびっこが、公園に来たちびっこが。ちびっ。ね。なんだこれ、確かなことはわからないじゃないですか、ナンバだとかな、ナンバだパーラララちょっと昔、ちょっと昔、ちょっと古いね、ちょっと古い、むしろ新しい、むしろ新しいけどちょっと古いの、でね、私詳しいことわからないじゃないですか、あ、いいよ、実際レッツゴー行ってみました、そうか、南品川二丁目児童公園って分かったんだもんね、そうなんですよ、品川だね、まだあんのかお前、その様子をリスニング南品川二丁目児童遊園に来ております、情報で届いた昔ボックスとはどこにあるんでしょうかね、これかな、昔ボックスと白い文字で書かれた木の箱でできてて、大きさはポストぐらいの大きさですかね、ポストをちょっと大きくしたぐらいの、すげえ昔ボックス、ちょっとボタンがいっぱい並んでるのでちょっと押してみたいと思います、お祭りの音が流れてる、私はあの
さあ、次のボタンもいっぱいあるんで押してみたいと思います。なんだろう、それは何だろう。確かにこれ音小さいですね。これはちょっと気づきづらいですね。今私ちょっと昔ボックスから1メートル2メートルぐらい離れたんですけど、全くもう音は聞こえないですね。で、昔ボックスに近寄っても耳をスピーカーのところギリギリまで行かないと音は聞こえないぐらい、ものすごいちっちゃい音で流れております。確かに南品川2丁目児童遊園に木製の箱にボタンがついている昔ボックスという箱ありました。どうですか。どうですかよ。いや現地に行ったにもかかわらず、はい、何あのあれはマイクを操作しているついてたスタッフが悪いの、それともそんなに音が小さいの。本当に音がちっちゃいんですよ。住宅街の中にその公園があるので、うん、でその公園もあまり広い感じではないんですね、うん、でもすぐ隣に家があるっていう感じなので、うん、夜に流れて近所の人の迷惑にならないように音が小さいんですって。じゃあボタンを押して相当一生懸命聞かないと聞こえないの。そうなんですよ。でかすかに聞こえます、その祭りっぽい音とか誰かが喋ってることは分かるんですけど、具体的なことは話してる内容とか分かんないんですよ。そんなに小さいんですよ。小さいんですよ。うん、車とかガーとか通ると何にも聞こえないの。なんつったなんつった、巻き戻しもできないわけですよ。どうやら何を言ってるようなの。どうやらなんかこの品川での歴史みたいな、昔は海でこういう遊びをしたんだよみたいな。じゃないその、すごい小さい声で、昔この辺りは海で埋め立て地になる前はブーオーン押したりしてね、おかしいねなんて。聞き終わってもう一回ボタン押さなきゃいけない。それでまたそうやって、昔この辺りは海でね、その頃よくあったら、みたいな。そうなんですよ。でちなみに一応ボタンが5列っていうんですか、5個あったんですよ、横に、うんうん、で全部話の内容とかは話してることは多分違うんですよ、人も、うん、でも何を喋ってるかは分からないっていう。ものすごい耳をスピーカーにつけて、うんうんうんって片方の耳も押さえながら。今ちょっと撮ってた写真を、現場の写真を見せてもらってるんですけど、これは異様だね。確かに電話ボックスぐらいの木でできた、本当だ、こんな大きいんですね。そう、大きいよね。ちっちゃいと思ってさ、でそこにプラスチックのボタンがあって、5個あって、でこのボタンを押すと今みたいなやつがポッソボソおじさんとかっていう。お話しだよね。あれこれ最初穴の時点で何年前なんだっけ。10年前でしょ。とりあえず聞きたい人は全員聞いたよね。おそらく、まあ、そんな小さい音のやつ聞かないよね。そうなんですよ。でもね、なんかこの公園も結構雰囲気があってですね、うん、江戸時代のなんか作りみたいな感じになってて、全部木とかでできてるんですよ、滑り台とかも。これちょっとさ、その昔っぽい感じで聞いた感じの絵を見てみるとさ、昔ボックスこれ2つあるの。そうなんですよ。全部10種類音あるっぽいの。あるっぽいんですけど、もう1機が壊れて、もう1機が壊れてんだ。もう寿命で、寿命だと思うんですけど。みんな聞いたんだな。申し訳ない、今片方しか聞けないんですけれども。これって量産されてるもんなのかな。ここだけなのかな、昔ボックス。どうでも品川の歴史だからここだけだよな。でもそんなの中のテープ変えればいいだけじゃないですか。じゃあいろんなところに昔。いろんな荒川区の歴史は。でも見た感じ、割と手作りとは言わないまでも、結構その、木ネジで止めたったりする手作り感があるから、これですげえ流行ったらいろんなところに出してこうみたいな、電通が仕掛けて。電通だったのか。すぐまた大プロジェクトが解けた話に持っていく。解けたんじゃねえのこれ。解けたんじゃねえのもしかしたら。